はいどうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんからですねお届けしてまいります。私のチャンネルですがタンホール11から13まで幅広くですねクラン対戦の動画中心に扱っております。クランにいるとですねやっぱり対戦で全開取れるかどうかって大きなモチベーションにもなってくると思うのでその辺でですねこうモヤモヤしたものが持ってらっしゃる方いらっしゃいましたらそういったモヤモヤの解消になるような動画やっていきたいというふうに思っておりますのでこれ最後までもしご視聴いただけましていいだと思ったらグッドボタンよろしくお願いいたします。またチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたらぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いできればなというふうに思います。というところで本日はですねタンホール11をちょっとメインに見ていきたいというふうに思うんですけどもラバルですね。タンホール11とかだとラバルって結構苦手意識持ってる方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども実際そうなんですよ。難しいんですよラバルって。で私も13になってからかな、12でちょっと始めて13になって本格的に練習したんですがもう時すでに遅しみたいなところがあってですねだいぶ苦労した記憶があります。まあそんなこともあって、まあ、早めに始めるんだったら、始められるんだったらタンホール11っていうので実はラバルにはすごく、まあ、やりやすい環境だと思うんですね。12が僕は一番いいんじゃないかなって個人的には思ってるんです。ですので、この動画をきっかけにですね、ぜひ始めてみようと思う方いらっしゃいましたら、やってみてもらえたらなというふうに思います。合計4本いきたいと思います。1本だけ10、タンホール12が入ってます。まずこちらですね。ヘビリカさんのアタックで、これ、クイヒーラバルと呼ばれる攻め方をするんです。これ、トップナーから若干特殊です。普通、クイヒーラバルやる場合には、ラバルパートとクイヒーパート、クイヒーパートを先にやってからラバルパートっていう順番でいくんですけども、今回の、ヘベリカさんのアタックはババキン先に出してアーチャークイーンで、ヒーラーつけてでそこからラバル展開っていう感じにライトニング打ってるところが面白いですね。まあ、どんな風なプランニングになってるかというとここをカットしていくんですね。こういう風にカットしていってこちら側っていうのをアーチャークイーンで見ます。でこっち側に関してはバルーンで見るという具合ですね。バルーンの数がたったの17なんですけど、まあ、ボマーが入ってるから、これなんとかなるっていう感じですね。しっかりとカットをしておいたことによって、ここでまず、村を2つに分断しますね。で、ババキンを先に出して、相手の防衛軍を釣って処理をしてからアーチャークイーンにヒーラーをつけると。いう格好にしています。これ先にですねヒーラー出しちゃうとババキンについちゃいますのでババキンがやられるところを見計らってのヒーラーのタイミング、これも非常にお見事なんですが、まあ、そもそもなんで先にババキンなのよというところですよね。これは非常に珍しいパターンだと思います。ババキンって結構クイヒーラバルやる場合には、アーチャークイーンのルート作りなんかに使う場合が多いんですけども、今回やっぱりですねここ非常に高火力なんですね。ストライカープラススーパーガーゴイル、さらにアーチャークイーンにグランドオーデンゾーってあって、だいぶ火力が集中してるんで、そこにクイヒー突っ込ましちゃうと、ワンチャン事故る可能性があるんですよ。特に、タンホール11において、クイヒーやる場合、一番気をつけなきゃいけないのが援軍ですね。これ、ストライカー、スーパーガーゴイルの援軍、本当にレベルマックスがレベル50のアーチャークイーンに襲いかかると結構ダメージ食らうので、ここは本当要注意です。で、しっかりこの部分ですね、こうカットが決まっているので、バルーンのルートが非常にこう限定できてますね。ここにバルーンを流し込んでいきながら、ロックボマーを軍事方面から刺していくということで、バルーンたちのルートをなるべく外に膨らまないように中にこうですね、誘導していくという格好にしています。アーチャークイーン、おそらくですね、このマルチ立ってたんじゃないのかな、もうギリ叩けないか。ここに捕まっちゃいましたね。このマルチインフェルノがちょっと処理しきれなかったので、だいぶそのクイヒーの仕事としては少なく見えるんですけども、でも、これでもこう全巻で持っていけちゃうっていうのがすごいですよね。余ったヒーラーがなんか知らないけど、マルチのターゲットをうまいこと取ってくれていて、バルーン守ってくれましたね。という形で全巻まで持っていくというところで、基本的にラバルを使いたい場合っていうのは、相手のアーチャークイーン、あと防衛軍、これはもう処理がマストですね。でこの2つが処理できさえすればタンホール11ないしは12においてはラバルを使う環境っていうのは大体整います。特に11の場合タンホールが攻撃してこないのでそこに対するケアっていうのが、まあ、12に比べて比較的楽なんですね。12はそこでやっぱトームとかフリーズが絶対使わされちゃうポイントになってきますから少し、難易度が上がるんですけども、結構上がるな結構上がるんですけども11はそういう意味ではすごくやりやすいですね。
ちょっとね、初め少し変則的なアタックになりましたけども、まあ、コツというかポイントはそんなようなところになります。で、まあ、それをもうちょっと深めていくために、デスノア対戦の方からですね、動画引っ張っていきたいという本ですが、こちらかな。あともう2本ですね、タウンホール11を見てもらってから最後12本見たいというふうに思います。これですね、めぐみんさんのアタックありますけども、こんなような配置、これね、すごいクイヒーラブルの教科書だなって僕思いました。本当にすんごい見事です。わかりやすいですね。上方面っていうのが、範囲攻撃がほとんどないんですよね。ここにちょっとウィストが若干あって、マルチ、まあ、ウィストありますけど、これほぼほぼ無視できるゾーンがここなんですよ。なんでそこをバルーンで回してったら強いよな。対空砲はね、バルーンにするとあんま怖くないんですね。タウンホール9までは怖いんですけど、11ぐらいになってくると、むしろあのウィズ島とか、マルチに出るのこれが本当に怖いです。で、そこをどう処理するかっていうことなんですけども、まずバーバリアンキングを入れていって、この区画を削ります。これウィズ島2個プラスイーグル砲が壊せて、かつ、サイドカットの効果がありますよね。ここに対してバルーンがまっすぐこう進めるようになると。一方、この下側の部分、こちら側に関して言うと、アーチャークイーンをしっかりとこの壁の中に入れていっているのがうまいんですよ。ここ壊すことによってアチャクイがこういう風な動きをして中に入ってきますね。さっき言った相手の防衛援軍、あとは相手のアーチャークイーン、これをクイヒーパートできっちり削っていきながら、バーバリアンキングはこの区画ですね、イーグル砲のあった区画、ウィットとともに削っていきます。で、あとこの後しっかり援軍処理ができて、まあレイジを打っておけば、まあアーチャークイーンやられないだろうというところを見計らってラバルパートをスタートしていって、気になるのはこのマルチに出るのこれどうすんのって話ですよね。ここに対してはロックボマーをダカンとこう当てていくんですね。このね、3つの組み方がすごくうまいです。ここのパートと、ここのパートと、最後こっちのパート。これクイーンで、ボマーで、バルーン。B が2個になった。バルーン。バルーンですね。で、このね、マルチインフェルノにボマー出るのちょっとなんか持たなくないと、ボマーの仕事なんかこのくらいでいいのかなって思うかもしれないけども、これね、発想変えた方がよくって、ボマーが削ってるのはこのマルチインフェルノ1本じゃなくて、この区画を削ってるんですね。この区画をボマーだけで削れると思ったらすんごいでかくないですか。ここにしっかりボマーが誘導できさえすれば、あともうバルーンはこの限られたルートをまっすぐ進むだけなんで、すんごくスムーズですよね。アーチャークイーンはもうやられないことを隠した上で、もうほったらかしで歩かせちゃうっていうか、クイヒラバルする場合、やっぱり自分が見てて思うのは、上手い人のクイヒラバルってやっぱりクイヒをここまで進ませたら、あとは放置できるなっていうところを見極めてるってところなんですね。エイジを使ってクイーンを延命させながら、バルーンも展開するって、これはもう本当神業レベルに難しいと思いますので、アーチャークイーン当然入り方、まあ序盤ですよね、の、まあ、援軍処理をするあたりとか、アーチャークイーンを処理するあたりまではやっぱり手がかかるんですけども、それが済んだら放置できるっていう風なプランが描ける場合に、このクイヒラバルっていうのは結構使えるんじゃないかな。非常にこのエグミンさんのこのアタックっていうのは、お手本みたいな感じの使い方だなとかっていう風に見ていて思いましたね。で、そうですね、こちら次、フミさんのアタックも見たいという風にですけども、これもですね、同じような感じなんですね。下側にバルーンを通していきます。下ですね。で、上側はクイヒで削っていくという感じですね。このクイヒの誘導がまたすごくうまいんですよね。クイヒ、これ下方面に反らせないよう、多分秘書券だったのかな、ちょっと、喧嘩秘書券か見損ねちゃいましたけども、これよくこの上方面にきっちり誘導したなっていう、この出す場所とか、すごい見極めなきゃ難しいと思うんですけどね。ましたね。で、このベビードラゴンはクイヒが外に膨らまないようにこっち側をこうカットしていって、アーチャークイーンをこの壁の中にこう入れていくんですね。こうすることによってこのクロスウォー4機を全部まとめて折っていっちゃうっていう。で、中心部分、ここアーチャークイーンがいますけども、アーチャークイーン、クイヒで処理ができないです。まあ、これどうすんのってところですね。まあ、見ていってほしいと思います。まあ、こんな風なパターンもありますが、これは結構上級者向けかもしんないかなっていう気がしますね。まあ自分だったらやっぱりこの辺のアチャクイと、クランジョのところっていうのをやっぱりチェックしたくなりますね。アーチャークイーンで。で、今1個バルーン投げたの見えましたかね。これバルーン投げて、防衛軍があんなら釣っちゃおうっていうのが今見えましたよね。
って、クイヒで処理していこうっていうところ。でもバルーン投げても防衛軍出てこなかったので、これはもう、あとクイヒパートで援軍処理する必要ないなというところを見極めましたね。これ多分初見攻めですね。このやり方をするっていうことは。すんごい丁寧だなっていう気がしますけど、これレベルが高いですね。で、序盤に関してはまずラバーハウンドを出すんじゃなくって、ボマーを使ってターゲットを取りながら、バルーンを使ってどんどん攻めを進めていきます。中心部アーチャークイーンがやっぱりいて怖いんですけども、ここフリーズかけていきますね。アーチャークイーンを固めていって、でボマーがマルチインフェルノにアプローチしたタイミングで、この中に何が入ってるかっていうと、ドラゴン入ってるんですね。このドラゴンドラゴンを使って相手のアーチャークイーンを処理していくっていうパターン、これはですね、上手い人結構よくやります。突撃艦を使って、その狙った場所に、ドラゴンを落としていくだとか、あとボマーを使って中にドラゴンを入れておいて、でそれで、処理していくだとかというパターンですね。結構皆さんよくやるんですが、まあ、非常に難しいテクニックではあります。ただ、これができるとすごいかっこいいですよね。なんかすごい空上手いなこの人っていうのが見えるというか、今回に関してはこの真ん中のイーグル砲は本当はアーチャークイーンに多分こういう風に追いたかったんだと思うんですね。壁上げてるんで。ただまあそのまま直進だったんで見ることができませんでしたが、やっぱりアーチャークイーン、ラバルパートが展開されてからほぼ放置状態でしたけども、生き残ってるんですね。そこのやっぱりそのアーチャークイーンがこの辺まで行け、あと生き残るなっていうタイミングが見極められた場合には、クイヒラバルってアーチャークイーン勝手に仕事してくれるんで、で行きやすいかなという風に思います。で難しいのはですね、これクヒディガホグだとアチャクイが万が一やられた場合にヒーランがディガホグにこうスイッチしていい感じになってくるんですね。ディガヒーの形でディガヒーの形になるんですけども、クイヒーラバルの場合はクイーンが落ちるとヒーランがそのまま腐っちゃうんで、ここがねなおさら難しいポイントかなっていう気はしますね。クイヒーラバルやる場合なんで非常に敬遠しがちなんですけども、やっぱ空ってねロマンがあるんですよ本当に。なんていうのかな、このね、その空を使う人の何とも言えないかっこよさ。憧れですよね、もう。憧れとロマンが詰まってるんで、大空に羽ばたきたいっていう気持ちは多分皆さんあると思うんですよ。なんで、もしもね、ターンホール11で、ああ、空やってみたいなーとか思ってる方がいらっしゃったら、今言ったポイント、相手の防衛軍をちゃんと処理すること。アーチャークイーンは処理すること。で、アーチャークイーンは途中から放置できるかどうかっていうところを見極める。で、あとは、アーチャークイーンのパートで、どういう風にラバルのルートを作っていくかですね。ライトニングを使うもよし、ボマーを途中で刺していく。2本目のアタックですね。ボマーを途中からこう刺していって、バルーンのルートを狭めていく。私もよし。いろんな方法、今3本見てもらってあったと思います。で、こういった内容を駆使しながら、何度か練習してもらうと、徐々にこうできるようになるんじゃないかなというふうに思う。ちなみに僕、ターンホール13でラバル初めて、ちゃんと練習したと言ってもいいと思うんですけども、100回ぐらい触れちゃう一生懸命頑張りました。で、やっとなんかね、バルーンをその歩かせるっていう、回すっていうかね、ちょっと分かってきた気がします。基本的にバルーンは L 字を通すっていうよりもなるべく直線的に走らせるようなルートを描いた方がいいです。ちょっとねもしよければ、この動画もう一回最初から見直してもらうと分かりやすいと思うんですが、どの方もですねバルーンのルート全部直線にしてたんですよ。 L 字で通してるっていうのはなかったんですね、一本も。結構ね重要です。直線の、バルーン回し、バルーンの突っ込ませですね。できると思った場合にはバルーン本当に強いです。簡単にバルーンをこう進めていきますしね。ぜひ、その辺を意識しながらルート作りがクイヒーとババキンとあと呪文、と突破兵器かな。でできるかどうか。はい、ながらやってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、最後、スカーレットさんのアタックですね。見ていきたいと思います。これですね。ターンホール12になってくると、なんでクイヒーラバルが難しいかっていうと、やっぱ一重に、このインフェルノがですね、3本になってるっていう、これがきついんですね。なかなかのきつさだと思うんですよ。クイヒー回す場合って、インフェルノ3本なかなかやっぱり嫌で、シングルインフェルノだったらそこにフリーズとか、を使わせれちゃうから、クイヒーの放置がしにくいんですね。そこに加えて、タウンホール12ってこのタウンホール自体が爆発するじゃないですか。なんでこれを、バルーンで処理しようと思うと、絶対ここにトームとかフリーズが必要になっちゃうんですよ。そうするとですね、例えばこの、今これストライカー持ってきてますけども、ストライカーに、グランドボディのトームかけてアーチャークイーン処理するとか、そういう作業がすごくやりにくくなるんですね。トームをどっちに使うのってこと。こっちに使うの、それともこっちに使うのって。こういう見極めがしにくくなってくるので、
ラバルを使うとき結構ハードルが僕は高いと思います。まあ上手い方はねむしろ、それを突破して次のもう世界が見えていて、いやラバル対策されてないからラバルですよっていう人もいるんだけど僕レベルじゃなかなかきついですね。で今回スカルトさん、おそらくこのタウンホールはアーチャークイーンで折るつもりがちょっと折れなかったんで、ガンオーリを当てて起動させてからのボマですね。ボマはあの防衛施設に、優先ターゲットを取っていくので、起動したタウンホールには、向かっていきますが、起動しないと、これ向かっていきませんというところでちゃんと起動させてからの購入非常にうまいですね。で中に入っているのはこれドラゴンです。でこのドラゴンを使って相手のこの防衛軍ですね、スーパーガーゴイル、これを倒していきます。これはもう狙っていますね。今回タウンホール側から出させられた格好にはなりましたが、まあそうでなくてもおそらくこの辺から出していって、防衛軍にボマをぶつけていくっていうのは想定したんじゃないかなというふうに。で、さっき言ったこれストライカートームですね。で、アーチャークイーンを倒したかったんですけども、なんとこのストライカーがね、ババキンの方行っちゃったんですね。これちょっと多分誤算だったんじゃないかなと思うんですが、まあ最終的にはストライカーがか、あ、すいません、なんだ、トームがかかった、ラバパピーがレイジに乗っかってアーチャークイーン倒してくれましたね。かつドラゴンもそこに参入してくれたんで、結構これは美味しい、アーチャークイーンの勝利になったんじゃないかなというふうに思う。で、今回の、スカルトさんのラバル回しも、このルートをガツンとまっすぐ回してきましたね。で、ここからこうラバーを、バルーンちょっとこう添えていって、バルーンが外に膨らまないようにやりながら、進めていきました。で、最後ここが余っちゃったから、ここに、バルーンを当てていったんですけども、ね、ホーミングがあったんで、バルーンがギリギリ足んなかったですが、グランドボーデンが最後締めてくれたというところですね。いかがでしたでしょうか。結構難しいと思います。簡単ではないんですけども、これねやるとねすんごい面白いんですよ。なんかねラバルが回しきれた瞬間にえも言えぬ快感になるんですよ。なんかねディガオグとかとはほんと根本的に違う脳内麻薬の出方があるんですよ、ラバルには。だからね ロマンがあるんですロマン本当にもうこれはもうこういうしかないと思う本当に。そういうね、本当に夢のあるアタックなんで、ぜひ、ダンホール 11C の方は、始めやすい環境だとは思いますから、試してみてもらえたらなというふうに思います。もう一回予定だけまとめると、クイヒーパートとかを使ってラバルを出す前に、相手のアーチャークイーン防衛軍は必ず処理をします。あと、ラバルを回すルートっていうのは、L 字とかをどうしてもイメージしがちなんです。直線を作れるようになるべく考えていきましょう。そのためにバーバリアンキング、あとは、突破兵器ですね。今回ボマーをよく皆さん対応してましたけども、ボマーってラバルの、サイドカットにすごく効果的です。まあサイドカット、まあ、カットかな、ルート作りにすごく、効果的ですので、これを使っていくのはおすすめかと思います。でこの2つができてくるとですね、結構タウンホール12でラバルを回す感覚はつかめてくるんじゃないかなって思い、12になってくるとタウンホールがギガテスラ化する、まあ、しかも爆破ダメージが入って、バルーンが一斉にドヒョーンとこう起こっちゃう。というね、環境になることと、インフェルノが一本増えるんで、クイヒーの放置、一個言わせた、そう、クイヒーを中盤以降放置できるかどうか、これもすごく重要ですね。このクイヒー放置がすごくやりにくくなるので、そこに関しては、今、このスカルトさんがやっているのは、スーサイドラバルっていうのが今度、より使いやすくなってくるのかなというふうに。で、タウンホール11でクイヒーやる場合、当然ですけども、ストライカー、スーパーガーゴイルの援軍には気をつけましょう。で、マジで天敵ですんでね。何度も私も痛め見ましたから、皆さんもお気、はい。はい、というところで、本日はタウンホール11のクイヒーラバルメインでお届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうかね。こんな形でやっていきたいと思いますので、もし参考になったよということでありましたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。また、まだ、チャンネル登録なさってない方いらっしゃいましたら、登録の方もよろしくお願いできたらというふうに思います。そして、これからもタウンホール11から13、幅広いタウンホール帯の、皆さんのですね、アタックの参考になる動画、どんどん上げていきますので、よろしければ今後もご視聴いただけたらすごく嬉しいなというふうに思います。では本日は、紬組さんからお届けさせて、明日また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。